百年戦争にライダーキックをかまし、フランスの公爵たちを味方に引き入れたブルゴーニュ。マリーとマクシミリアン一世のロマンスこそ夢幻と消えたものの、神聖ローマ帝国早期解体に成功。もはや欧州に敵なしと怒涛の侵攻を始めんとするも、運命の刻限は前触れもなくやってくる。突進行した。ご視聴ありがとうございます。キズナあかりです。いきなりですが、国家の行く末を左右する決断を迫られています。突進行が逝去なされ、ブルゴーニュ継承イベント発生。ブルゴーニュ公爵は的確な男性の後継者を生み出すことなく天国へと旅立ってしまった。ブルゴーニュ家のマリーは女公爵へと昇格したが、野心的なフランスの国王によって奪い取られる準備は整っている。この危機を乗り切るためには名声ある王室と結婚し、その支援と保護を求める必要がある。この大混乱の中、他にどのような選択肢があるだろうか。神聖ローマ帝国が解体済みのため、選択肢はこちらの3つ。ブルゴーニュ公国として独立を維持。婚姻関係にある最大勢力、ボヘミアの同訓会へ。フランスの同訓会へ。従属国の管理が煩わしい。という方は、同訓形成がおすすめです。帝地諸国やフランス地方、神聖ローマ帝国に属する従属国をまるっと継承できます。しかし、今回は一番上。独立一択です。何が起きようとも、ブルゴーニュはブルゴーニュのままだ。他の選択肢ではマリーが行方不明になるからね。仕方ないね。お、フランスの腐れ野郎どもが。カステラ君には参戦拒否されました。うん、この戦力差なら問題ありませんね。しかし、録画忘れという致命的な問題あり。フランスからはこんな感じで3週ほどいただいています。リエージュ戦、ベルク戦と消化しまして、ヘルレ戦を開始したところです。お、ボヘミア君からオーストリア侵攻の一報が。オーストリアの戦力は削っておきたいので、ここは参戦しますか。いざ防衛戦争へ、加瀬参陣。先に仕掛けたヘルレ戦は干渉干渉。さすがに低地諸国をゴリゴリ侵略していくと AE が大変なことになりますが、大国はオーストリア、イングランドくらいですね。オーストリアは現在殴り合っているので、イングランドの停戦サイクルに注意を払っておきましょう。ここでミッション、リエージュの征服を達成。報酬として外交評判プラス2と強力なバフをいただきましたが、包囲網は組まれますよねー。とはいえ、オーストリア戦が終われば解かれるんじゃないかな。ウィーン陥落、ウィーン陥落、ペスト陥落、ペスト陥落。オーストリアの土地は占有権はボヘミアに譲渡しておいて、あとは終戦を待つばかり。うげ、今度はポーランド戦への参戦依頼が。ポーランドとは同盟締結したばかりなんで。すまん。ここでボヘミア・オーストリア戦が終結。ボヘミアが4州獲得していますね。よきよき。お、包囲網も問題なさそうです。それでは早速。キコーラの領土はマリー様の皆の元栄華を極めるのだ。そい、そい、とフランスの削り取りも忘れてはいけません。スイス戦にカステラ君を呼び出しておいて、それじゃフランス戦も始めましょう。それそれ、ぬりえじゃぬりえじゃ。カステラ君との同盟破棄と2州割譲で分け、古くからの従属国も統合さっくり。これで外交枠もだいぶすっきり。プロヴァンス、スイスとの和平でマリー様もにっこり。イングランドへ仕掛け忘れて包囲網がっつり。これは、どうすんべ。16世紀を目前に軍事的拡張は停滞せざるを得なくなりましたが、版図拡大は武器を手に取らなくても良いのです。神聖ローマ帝国を解体したことで、かの地は群雄割拠の乱世模様。侵略された国家は当然大国の庇護が欲しいところ。その役目我らが担いましょう。どうもどうも、ブラウンシュバイク君。マリー親衛隊です。ようこそ親衛隊へ。フリースラント君もようこそ。あなたの会員番号は12番です。といった感じで、包囲網が解かれるまでは外交属国化で半島を広げていきましょう。さあさあ、時は1500年。無事にマリー様の治世は続いております。それでは参りましょう。まずはミッション、継承の確保を達成。ブルゴーニュの継承危機はギリギリのところで回避された。しかし継承法は変更されておらず、将来脆弱な面を見せる可能性がある。女王は称号の継承に対して男女平等な権利を与える法改革を導入するか検討している。継承法を改正しよう。これで関係改善のバフに外交併合コスト減まで取得。さらに神聖ローマ帝国はすでに消滅。ミッション、帝国への加入を達成。さらにさらに、帝地諸国周辺の州を一定数確保済み。ミッション、ロタールの王冠を達成。マリーは教皇パール14世によりロタリンギア王として戴冠した。我が国の栄光と繁栄の新しい時代が始まったことは誰の目にも明らかである。我々はロタールのマントを掲げるだろう。これでロタリンギアを形成。実績、メアリーオープンロタリンギアを達成しました。
本プレイは2周目なんですが、無事マリー様にロタールのマントをまとっていただけましたね。ロタリンギアのナショナルアイデアはこんな感じ。じゃ、コアかコスト面がありますし、陸軍関係のバフもなかなか。宣教師プラス1もあるのでよきよき。エンドゲームタグ持ちなので、これ以上の変態は一部を除いて不可ですが、ミッションから統治効率のバフも得られます。ここからワンフェイスを目指してみるというのも一興ですね。よし、あとはバーガンディアンコークエストだ。お、ロタリンギア形成に合わせて包囲網も解体。いいんですか？いいんですね。それではイングランド戦と参りましょう。まだまだ超時空海上要塞には程遠いので、上陸成功上陸成功。ロンドンを陥落せしめまして、よーいしょー。それじゃロンドンは頂戴しておきましょう。五州割上で和平。これで交易収入も伸びてくるかな。あ、ここでマリー様がコード全領行突進行の意思を引き継ぎ、その見事な手腕でロタリンギアを再興されました。ここからは子供たちの出番です。きっと実績を達成してみせます。ムーンコの引き続き外交属国化を推進推進。お、ここで宗教改革のお時間です。新教に改宗されると属国化が厳しくなるので、手を出せそうなところは急ぎ外交官を派遣しましょう。オスノブリュック、バーデンと属国化。あちらが雨ならこちらは無知。ニュースターと東フリースラントを全土併合し、属国たちに統治をお任せ。領土の管理限界がギリギリなので、委任できる土地はしばらく任せておきましょう。おっと、今度は停戦明けを見逃さずにイングランド戦開始。ここでまたまた包囲網が解散。参加したり離脱したり、忙しい人たちだな。それじゃあ解散記念にアイルランド諸国ドリッツパーティー。イングランドからはウェールズ、ノーザンバーランドの種地をいただき、アイルランド諸国の皆様方からパーリー参加費も頂戴。もちろんドイツ侵攻も再開です。シケルン、クファルツと愉快な仲間たち。フランスももう一削りしてワンパン圏内。イングランドからはウェールズたちの領土返還と、ついでにスコットランド君にも土地返還。ザクセン、ニュルンベルクとゴリット併合。もう何度組まれたか分かりゃしない。包囲網に囲まれつつもフランクフルトを全土併合し、ふう、ドイツもだいぶ綺麗になってきました。あれ、実績はオーストリアとフランスの従属化じゃなかったっけ。まあまあ、ロタリンギアプレイという貴重な機会なのでね。ドイツ地方での拡張が進んだことで、ミッション東フランクの征服を達成。これでオーストリアやバイエルンへの請求権をもりもり獲得。そうおーい、包囲網、包囲網ってなんだっけ。さあ、それでは最終局面です。残すはフランス、オーストリアの属国化。ここは愚直に武力に物を言わせるストロングスタイルで参ります。まずはオーストリア戦。ついでなので、相手同盟国の皆様にもお声掛けして、ソフィア行くぞ。フランスとの停戦が明けたので、続けてフランス戦も開始。すまねえフランス君、ひどい飛び地になるが、我らの傘下に入ってくれないか。おお、そうかそうか、受け入れてくれるか。今後ともよろしく。オーストリアはもう一削り必要なので、ベネツィアにも肩代わりしてもらいつつ九州割上。またまた消滅の危機に瀕したスコットランド君を属国として歓迎。うーむ、本日のブリテン島は美麗なり。スコットランド丘陵と交易中心地を割上割上。停戦明けてのオーストリア戦、残念ながら見せ場があるわけもなく、ウィーン陥落、ウィーン陥落。これにてオーストリアの属国化も完了。実績 The Burgundian Conquest を達成しました。それじゃおまけとして、ぬくぬくとマムルークを食べていたオスマン君を2度ほど張り倒してバルカン横断道を建設。200州以上領有も達成し、ミッションカロリング帝国を達成。これで統治効率プラス 5% を獲得獲得。イングランドの新大陸戦闘を支援し、ブリテン平定。国名がまあまあ綺麗に表示できるようになったところで、プレイ終了。今回のプレイはいかがでしたか。オーストリアに継承されはぁとつい不満が漏れてしまうブルゴーニュですが、自分でプレイしてみると、いかに乗り越えていくかという別視点でのプレイが楽しめます。国家存亡の危機を戦略的に乗り越え、亡国最高。ブルゴーニュでこのようなロマンプレイに興じてみるというのはいかがでしょうか。といったところで今回はここまで。次回の動画もお楽しみに。よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではチャオチャオ。